皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。パリ時事、ウクライナ東部紛争をめぐり9日、パリで開かれたロシア、ウクライナと和平を仲介するフランス、ドイツの4カ国首脳会談、年末までに停戦を完全履行することで一致した。また、4カ国会談に合わせ、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は9日、初めて直接会談。インタファクス通信によると、プーチン氏は記者団に良かった。満足していると語った。時事通信。